いやいや、いや何をかっこいい感じですね。いやね、あんなちゃいますて。これが富士の良くないですね。ゲボですよ、わしら、ほんまにね。いやいやいや、どうも、金属バットです。お願いします。どうも、こんばんは。ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。本当にね、ラッキーラッキー TV よいしょ、TV でございます。いや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 、ちょっとさ、ちょっとほんま恥ずかしいんやけどさ、よいしょ、これあのことわざをさ、全然知らんくてさ。あら、ええ年こいて恥ずかしいやっちゃで。いや、そうなんよ。一個も知らんの。なんか一個だけ知ってんねんけど、はあ、それの意味すら分かってなくて。あら、あんなもん意味知らんと意味ないからね。いや、そうやんな。あ、わしよけ知ってるから教えてあるよ。あ、ほんまに。あ、あんた何知ってんの。あの、東大デモクラシーってやつないの。だいぶ間違えてんねん、あんた。なんやそれ、東大の民主化みたいな。違うの。あれ、東大元暮らしやで。あ、元暮らしって言うんか。あれ、しゃあで。え、それどういう意味なんや。あれ、何でしょうね、まあ、近場の門ほど気づきにくいみたいなこっちゃね。あー、じゃああれか、はあ、なんか指先かゆいな思ってさ、こう書いてたらさ、はあ、全然気持ちよくならんくて、はあ、あれ思って肘書いたら、はあ、いや、肘がかゆかったんかい。のやつか。ちょ、分からない、何今の。分かった、理解した、理解した。何今の。要は身近なもんほど気づきにくいってことやんな。まあまあ、しゃあねんけど。分かった分かった分かった。ほんまに。ちょっと他のやつも教えてよ。他なんでしょうね。まあ、豚に真珠とか猫に小判とか。それは何や、どういう意味や。あ、知らん知らん。それね、まあ、価値あるもんでも価値分かってないやつに渡したら意味ないよみたいなこっちゃね。ああ、じゃああれか。なんや。デブやのにニューバランス履いてるみたいなこと。偏見やわそれは。かまへんねん、あれは。あ、いいんか。あ、豚吐いたまでかまへんねんから。あ、そうか。シャアで、お前。あれか。なんや。グリーン車乗ってるガキか。口悪いな、お前、おい。え、口悪いな、お前、おい。いや、合ってるんやんな。合ってんねん、やめろ、お前。合ってんやんな。こんなガキ見てんねんから、やめろ、お前は。そうよ、気付けて、ほんとに嫌やね。他のやつも教えて。他、なんでしょう、まあ、火のないとこに煙は立たぬみたいなのあんねんけど。あ、俺、それ意味知ってるわ。嘘やん。知ってる、知ってる。え、言うてみて。あれやろ、うん、TKO さんやろ。やめろや、お前、おい。やめろ、お前、おい。あん時、噂聞いてた。噂すごかったけど、もうペットボトルの形を煙立てたけど、お前。やめなはれ、やめた。ちょっと教えたないな、お前。教えてよ。いやいや、お前、下の子怖いねん。いや、もう言わん、もう言わんから。ほんまに、もう言わん。まあまあまあ、うん、仏の顔も三度まで言いますからね。まあ、せやな。うん。じゃあ、他のやつ教えて。あとは何でしょうね、まあ、孫にも衣装っていうのがあんねんけど。孫にも衣装、うん、え、それどういう意味や。これね、うん、どんなボンクラでも、まあ、カッコだけちゃんとしたら見れるようになれるよ、みたいなこっちゃね。あー、じゃああれか。なんや。なんか、うまくもないくせにさ、はあ、なんかレアチャーシューとか乗っけてさ、こう見た目気にしてさ、はあ、で、合うんやったらいいよ。合いもせんのにさ、はあ、なんか紫玉ねぎとか乗っけてさ、はあ、で、普通に T シャツ着たらいいのにさ、はあ、コック服着てシェフぶってる大阪のお前んちの近くのラーメン屋やろ。やめろや、お前、おい。あっこな、やっぱりやんけ、やめろや、お前、おい。え、あっこよ、チャリ止めんねん、俺。止めろ。言うなよ、お前。堪忍しても。他のやつ教えて。他、何でしょう、まあ、月とすっぽんっていうのがあんねんけど。月とすっぽん、はあ、どういう意味。これ、月とすっぽん、どっちもまあ丸いもん同士やけど、うん、まあ、全然ちゃいますみたいなこっちゃね。あー、じゃああれか。なんや。滋賀県と佐賀県か。どっちが月や、それ。おい。ダブルですっぽんや。わし、すっぽんの意見見てんや、思ったわ。あれか。なんや。おじいちゃんとおばあちゃんか。それもどっちも欲しいや、おい。どっちも欲しい。どっちも欲しいや。あ、あれか。なんや。お父さんとお母さんか。ダブルで月や、それは。どっちも月やろ、こんなもん、お前。うち母子家庭ないけどさ。家庭によるね。よいしょ、ふい。よいしょ、よいしょ。他のやつ教えて。他はね、うん、鬼に金棒みたいなのがあんねんけど。鬼に金棒、どういう意味。まあ、鬼みたいな、ただでさえ強いのにこれ来たらもっと強くなっちゃうよみたいなこっちゃね。ああ、じゃああれか。なんや。パチンコ屋の中に ATM あるみたいなことか、うん、それは飛んで火にいる夏の牛やお前。飛んで火にいる夏の牛。え、飛んで火にいる夏の虫ってどういう意味。ちゅうな、もう危ないって分かってねんけど、ついつい飛び込んじゃうみたいなこっちゃね。ああ、ワクチンね。思想強いお前。おいおい、あれやんな。え、あんたそっちなんかいな、お前、おい。なんか噂で聞いてたから。いろんな噂あるけどね、うん、みんな違って全部かまへんけど、あんたちょっとやめて、怖いこと言うの。あ、ごめんごめん。堪忍して、お前。じゃあ他のやつ教えて。他、何でしょう、まあ、嘘も方便っていうのがあんねんけど。あれ、そっちがワクチンか。やめてくれよ、お前、おい。どないしたんや、ハゲコロ、お前、おい。どないして、お前、おい。噂聞いた。噂あるけど、いろんな噂な。なんやねん、あれ、マイクロチップ入ってるみたいな噂。なんやろ、お前。あったあった。あんなもん入れんやったら、イコカとかスイカ入れてくれよな。ほら、もう手突っ込んだだけで電車乗れんねん、で、お前。めっちゃええよ。で、手かかしてチャージしてな。うわ、1万入れたら重なったで。バーン殴った、最悪や、990円減ったやけんって、めちゃめちゃおもろいやんけ、お前。え、要するにさ、はあ、え、嘘も方便ってのは、はあ、腕にイコカを入れるって意味か。全然違うよ。違うわけあるかいな、お前。これ違うやったらちょっと意味分からんねんけど、俺。あんた、こんな意味覚えなあかんねんで。いや、そうやんな。意味覚えてへんかったら、お前、ホットケ作って魂込めずみたいなことやねんから。まあ、せやな、うん。ちょっとさ、もっと簡単なやつ教えてよ。もっと簡単な早口言葉言うたら、お前。お前、わし、早口言葉言うてるやんけ、お前、おい。断れ。おい、断れへんけ。間違ってるから。お前がいらんこと言うから、マイクロチップバグってへんけ、お前、おい。
ことわざ言うなあげ。ことわざ、ことわざやね、こんなんもことわざで実はあんのよ。え、実はあんの。こんなんもちゃんとあんねんね。おますね。なんかもう猿も木から落ちるとか、工房も筆の誤りみたいなね、おますねんなあれ。それはどういう意味や。っていうのはまあなんぼ達者な人でもできる人でもたまには失敗しちゃうよみたいな。ああ、賞レースの時のザ漫才だよ。やめろよお前、おい、やめろお前。あれな、どこでいじってんのお前、おい、本拠地やないけ、ここお前。あれあんま盛り上がってなかった。盛り上がらなかったあれは。あんま見てなかった。みんなやめろお前、いらんなよこんなことね。これは私怒ってんじゃないよ。あ、そうなの。あなたために言ってんのよ。あ、そうそうよ、これ。わかりました、ごめんなさい。これはもう地獄で仏にあったみたいなことじゃないから。まあせやな、ちょっといっちゃん言うけど、お前仏シリーズ聞かへんの意味、おい。えわしの仏3連発全然意味聞かへんやんけ。いや、そりゃ意味なんか聞かへんやろお前。なんで仏のやつ意味聞かへんねん。いや、そりゃそうやろお前、知らぬが仏って言いますからね。うえ、いや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 、これオチですね。いやー、決まりましたね、決まりました。ふいふいふい、6分帰りましょう。どうも、ノーキザクバットです。どうもどうも、あー、小林で金属バットですわね。あ、ごめんなさい、一つちょっと言っとかないといけないことがありまして。あれ、何。はい、私、はい、小林さんじゃないんです。あれあれ、勝利やった、はい、お前読み。あ、そういうことじゃなくて。何。え、お面白いこと言いますね。もう一回言って。え、もう一回それ言って。面白いこと言いますね。まあな。なくて、何何、小林さんじゃないんです私。はい、小林じゃない、何言ってんのお前。この前ですね、ああ小林さんと神社でこうね、うん、こうバランってぶつかっちゃって、うん、で、階段をこうコロコロコローってこう転がり落ちちゃって、で入れ替わっちゃったんですね。だから私、小林さんじゃないんです。え、わかります。いや、え、小林じゃんだって。いや違うんですよ、この前ね、神社で聞いた、聞いたよ、聞いてんの、バーンってなって、聞いてる聞いてる、コロコロコロってこう入れ替わって、分かったって、魂がって言った方がいいですか。いや、何でもええよ、一緒やって。小林やん、お前何言ってんのよ。いや違うんですよ、それが小林やないか。いや本当に違うんです。お前あれやろ、好きな食べ物麻婆豆腐やろ。いや違いますね。え、揚げたこ焼きです。え、はい、小林じゃないかもしれんな。違うでしょ。違うんですよ本当に。え、好きな漫画何？好きな漫画、私ワンピースが好き。あ、違うな、はい、ストッパーブスじまいもんなお前。あれ？だから違うんです。ええよな。本当に違うんです。お前の好きな製図道具何？製図道具って何ですか？え、雲型定規やろお前。どうしたお前。あれ？え？え？どういうことですか？キャドあるある一個言って。キャドあるある。キャドあるある。あ、手書きの方が楽だなと思ったんですけど、うん、縮尺を自由に変えれる点がやっぱりキャドの方がいいなって思いました。違うな。小林のキャドあるあるはやりがいがあるやもんな。違うな。あれ？いや違います。小林さんじゃないんですよ。本当に本当なんです。誰じゃあんた。はじめまして、うん。ミスチルのベースです。誰やねんお前、おい。誰じゃ。え、でミスチルのベースキャドできんのかい。ミスチル、え、知ってるでしょ。ミスチル、ミスチルはスターチルドレン、うん、のベース、ベースほらおったん。ベース、いや、いますよ。あれ桜井ピンちゃうの。あれ桜井がピンで頑張ってるのはジ・アルフィーやないかい、言うとりますけども。何それ何それ。私なりにちょっとお笑いってこういうのかなと思いまして。あんまこの芸風で言うのちゃうけど、はい、お笑いなめんなよお前。いや、こういうのじゃないんですか。なめんなお笑い。違うんですか。なんなお前。え、ミスチルのベースなんです。ベースと入れ替わっちゃって、小林さんと。だるいな、はい、ダメですか。なそのミスチルのベースのやつ見っけて、はいはい、今のお前をひっくり返したらまた元戻んの。あ、そんな簡単な話じゃないんですよもう。何がいいな。その僕が入れ替わった方の体も、はあ、もう別の誰かと入れ替わっちゃって。何やねん。そうなんですよ。誰と入れ替わってんの。まあでも言ってもわからないような人なんですけど。お前もやで、うん、スピッツのベースと入れ替わって。誰やねんってお前。誰や、誰やねんでしょ。お前もやねん。それは地味なんですよ。お前もやって。誰やねんおい。ミスチル、ミスチル。一緒じゃ格上、格上。一緒やねん、一緒やねん。どっちも愛されてるけど。何ですか。誰やねん。え、おったんかいな。それもおる。そらいるでしょ。おった、知らんかった。ピンや思うと。あれも入れ替わっちゃってるんですよ。そいつ見っけてきて、はい、その3人でゴロゴロってひっくり返したらまた戻んの。いや、そんな簡単な話じゃないんですよもう。何が起きてんねん今。そいつもまた別のベースと入れ替わっちゃって。なんでベースばっかりねおい。みんなで神社でここなんなの。ベースってみんな悩んでんの。悩んでるでしょ。それはな。
地味なんですから。お前も直せやな。うん。どこのベースと入れ替わった今度は。あの、TOKIO のベースと入れ替わった。もうらんねえ、お前、おい。TOKIO にベースはもうらんねえや。いないんですか？今へんねや、TOKIO に。え、なんで、バンドでしょ？バンドだったらベースはいるんじゃない？まあ、ちょっと。いないんですか？なんでいないんですか？なんかあんねん。ちょっとまあ。え、なんでいないんですか？じゃあまあ。え？まあまあな。なんでいないんですか？まあまあ。なんですか？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 ダブルなんですか？ほんまに今ちょっと刑務所入ったんね。刑務所入った。え、刑務所入った。刑務所入った。刑務所入った。刑務所入ってるんですか？異例の即日死刑やったかな。え、死刑なんですか？異例の確か即日死刑やったと思う。死刑なんですか？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 ダブル死刑なんですか？ほんまに何ですか？何ですかこれは本当に。え、そうか。じゃあもう、ったんですよ。あかんな。ダメですか？うん、刑務所おったらちょっと、もうお前とやるしかないな。あ、一緒にやりましょう、だから。できんのお前、お笑いなんか。いや、お笑いできますよ。さっき見たでしょ？不安しかないよ、お前。僕、いろいろ見てきて、勉強してきたんで。あ、お笑い勉強してんの？はい。あんまかいな。やりましょう、じゃから。一緒に。じゃから。じゃからな。いきなり広島弁。うん。一緒にやりましょう。やってみようか、はい、やりましょう。はいはい。どうも、金属バッテリーです。どうも、金属バッテリーです。僕ね、はい、芸人なんですけど、はい、こう見えまして、はい、合コンに行ったことがなくて。あ、珍しいね、はい、芸人やのに合コン行ったことない。ほら、せっかくやからここでやらせてもらおうか、はい、あ、やらせてもらえますか。上手やね、行こう、はい、行きましょうか、じゃあ、まずは乾杯しようか、うん、はい、ビールでいい？ビール、ビールの人？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ちょっと多いな。え、誰見て勉強したお前？あの、東京ホテイソンのショウゴさんを見て勉強した。タケル見ろよお前、おい。え、どっちパクってんねんお前。東京ホテイソンはタケルをパクるんやお前。なんでショウゴをパクんねんお前。あれ、僕ショウゴさんばっかり見てます。ショウゴなんかパク、タケルはパクんねん。東京ホテイソンで受けようと思ったらタケルをパクるんやお前。あ、そうなんです。画面の半分画用紙で隠してショウゴさんだけずっと。なんでそんなことすんねんお前。なんでそんなことすんねんよ。じゃあたまにこう手が出てくる。出てくるからな。違うねや。違うんですか？東京ホテイソンパクるんやったらタケルをパクるなあかんねん。そうよ。ちなみにあの合コンでのこのビールを数えるやつの 1,2,3,4,5,6 のタケルさんのツッコミは、いや、マチコンの規模。完璧やろ。でした。あ、完璧やね、やっぱり。ですか？こっちをパクんねん。こっちをパクるんだ。あ、やっちゃいね。俺そのツッコミできへんねん。あ、できない。俺にがそれできへんから。あ、そうですか。ちょっときついわ。そうですか。俺あんなツッコミ要せへんねん。そうなんです。あれむずいから。わかりましたよね。僕別のもいっぱい見てきたんで。他勉強してんの？はい、見ました見ました。あ、何見てんの他？サル岩石さんと。サル岩石変なの。ドロンズさんと。ドロンズさん。あとチューヤンさん。いや、テレビに狂わされた芸人。おい。できてましたよね。あきまへん、今できてます、ね、あきまへんで。大阪ホテイソン、あきまへん。大阪ホテイソン、あきまへん、あきまへん。できてましたよ、ね、後輩のパクってニコニコすんな。あかんわ。あ、そうです。もうあかん、ちょっとお前やったらいいわ。ちょ揺らしたらダメですよ。あ、もうあんた何がや。揺らすから。え、入れ替わっちゃいました今。何も入れ替わってへんがな、お前。なんやねんな。あなたの金玉と私の金玉がこう。おい、やめろよお前。おい、入れ替わ、おい、金玉返せよお前。おい、揺らすから、揺らすから。もうあなたの金玉全部こっち来ました。おい、セロ玉なってんけお前。おい、もう玉がこんなに溜まったらたまらんですな。言うとりますけども。たまりまへんでな、ほんまに。お前マジで玉返せよこれ。ありがとうございます。でかいね。でかいね。さ、うん、と俺、円周率ってさ、うん、あるやん。おまんね。うん。俺、あれさ、うん、割り切ったんよ。マジか、お前、おい。ほんまかいな。割り切っちゃって。ほんまけ、お前。気持ちよかったんや、すげえな、お前、うん。いけるね、これ。え？ハーバード。ハーバード？営業いけんで。ハーバードの営業。うん。いけるいける。いけるね。いけるよ。熱いな、お前。うん。どないして割り切ったんだ。いや、俺、自慢じゃないんやけどさ。うん。のソロ版やってまして。あ、違うわ。違う違う違う。お前ちゃうわ、おい。一級なの。関係ないわ。え、絶対間違ってるわ。いや、合ってる合ってる。間違ってるって。お前ちなみにさ、はん、円周率どこまで言える？円周率？うん。3.1416。ブー。なぁ。ブーブー。車来てんのって、お前。なんや。間違ってます。17か。ブー。おい、やめろ、それお前。車来てるみたいで怖いの、お前。いきなり間違ってるわ。何がいいの？ 3.14 がそもそも間違ってて。どういうこと？うん。円周率ってさ、はあ、2なんすよ。バグってんのかお前、おい。ちょうど2。2なわけないの、お前。3で手打ちで大揉みやってんね、あれ。いや、円周率ってそもそも何か分かってる？知ってまんがな、お前。
演習のリッチャロ？いや、分かってないな、知ってる知ってる。いや、演習は、直径の何倍長いかって話。知ってんねん、俺高卒やねん。知ってんねん。俺が 3.14 倍ってなってて。ちびっこでも知らんなもん。でも俺のソロ版弾いたところによると、2になってん。間違ってんじゃん、ほんまに。いや、合ってるか確認するために、別の方法でやっても2になってん。別でも2やったの？うん。別の方法って何お前。実際さ、円を測ってみたんよ、物差しで。あ、反則反則、あかんねんお前。ちゃうねんちゃうねん。お触り禁止やねん、演習率。ほんなら2になったちゃうってお前、あかんってそんな。俺わざわざさ、測るように丸買うてきてさ。丸買う？しかも測るようやから A 丸買うて。A 丸？デパートまで行って。デパート行って A 丸買う？で、この丸をさ、半分に切ったんや。何色てんの今、おい。で、半分に切って測ったら、2になった。丸って何やねん、おい。丸は丸やんか。丸は丸やねんけど、丸って何やん。ケーキやん。ケーキのこと丸言うてんねや。パウンドケーキやん。ほんなん丸ないやんけ、お前、おい。おい、切って測った。はいやな、いいなもん。おい、間違うてるて。ほんで、ほんまに2か確認したいな思ってたら、ちょうど家にさ、2が転がってんのよ。2が転がってる？冷蔵庫の横に。2が？あ、2転がってるやん。2って何や、おい。で、あ、俺野球やってたからさ、あ、2いっぱいあんの、家に。2がいっぱいある？ 2？ で、昔ピッチャーやったから、もう2ばっか投げてた。2投げまくってる。2、2ってボールか。いや、違うよ。ちゃうんけ。フォークボールやん。ボールやないけ、お前、おい。なに握るで言うてんのかお前は。え？おい。なや握るで言うてんだなやお前。ボーリングの球なんちゅうのお前おい。ボーリングの球？うん。キツネって呼んでるよ。あ、3じゃないやろ。キツネなんけ。もう。じゃあ2測って2やったから2イコール2で円周率は2やねん。え？だから2は。2に言うなお前ちょっと待ってくれ。え？今でっかい2とボーリングの球持って手埋まってもたら何て言うてんのお前。意味わからん。そんなことなってんの？ちょっとわけわからんわ。ちょっとわかりやすく言わじゃあ。ちょっとわかりやすく言って。これな。これ直径な。お前小林くん直径やな。いや、俺、小林家の直径とは言い難いの。何があったお前、俺。何があったんや。遅れまして、小林と申します。ダーン、小林です。じゃ。何や。これ直径な。はぁはぁ。これ円周な。あ、あんたの体で言ってくれてるな。これだ、何倍長いかって話な。はぁはぁ。いくで。うん。1、2。ほら。お前よ。おいよ。もう一回いくで。はぁはぁ。1倍やろ2倍。うん。ほら。円周率何本 ?2 やろ。2じゃ。完全に2。完全に2やった今。3.14 なわけがない。わけがないお前。3.14 やったら何本こんなんピコピコなってまう。まるやらんぞお前これ、おい。みんな信じ込んでさ。アホや。3.14 難しい。ピブピブ、アホや。2でいいんすよ。2でチョキでかまんねや。教育を疑え。概念潰したけお前ら。しかもさ、もう今さ、こんなんせんでもさ、円周率2って証明できんねん。あら、もっと進化してんのかいな。いくで、これ直径な。お前もう自分で小林家の直径って言うてけよ。いや、俺小林家の直径って言うためには、倒さなあかんやつが2人おんねん。ほんま何やったお前。ほんまに何やったんや。今は円周率の話や。すまん。もう。これ直径な。中心何ある？母音かな。いや、欲しいわ。何や。パイや。あ、パイか。うん。パイ何個ついてんの？パイパイやから2個かな。パイイコール2や。天才やんけ、おい。お願いします。どうもどうもこんばんは。ねえ、あれっすよ。さあ、うん、毎日さ、はい、400円払ってさ、はあ、やってられんやん。タバコかなかなんな、あれは。もう、来る日も400円払ってさ。まあまあ、しゃあないからな。プリクラ取るわけやんか。え、おい、え、金なんぼあっても、え、プリクラやってられんよ。プリクラ撮ってんのお前。プリクラ撮るやんか。誰と？いや、一人でよ。一人で撮ってんの俺、プリトモおらんしさ。プリトモってないやねん。だからもう金なんぼあっても足らんからさ。足らんでええのお前は。もういっそのことさ、うん、俺プリクラの本体こうたったんや。こうたお前、おい、めちゃめちゃ高いであれ。めっちゃ高かったよ。新車のセルシオぐらいすんねんで、お前。セルシオぐらいした。セルシオこうたええのにお前。いや、でもそんな毎日400円払うこと考えたらさ、うん、もうこうたは安いな思ってさ。取らんでええねんお前、プリクラなんか。だから俺今家にプリクラ置いてんのよ。置いてんのお前、おい、よう入ったな、あんなでかいもん。めっちゃでかかったよ。ワンルームマンションやろお前、うん、ハイエースぐらいねんであれ。めっちゃでかかった。よう入ったね。お前車好きやな。みんな好きやろ。うん。もうギチギチや、家。ギチギチなんや。すっぽり入ってさ。ほう。もう俺、今家プリクラなってん。家プリクラなの？え？もはや。もはや？プリクラ住んでんの？プリクラ住んでんの？どうなってんの家？いや、玄関開けるやん。開けまんな。ほな、あの、プリクラのカーテンあんのよ。もうあんねや。もう。で、撮影スペースや。撮影スペースで。で、奥のカーテン開けたら、うん、もうお風呂。お風呂ね。うん。以上？以上？おい、え、お台所は？お台所はね、あってん。あったって何？もう行かれへんねん。埋まってんの？埋まってんねん。押し入れは？もう、確かに存在した。埋まってんのそれも、うん、埋まって持てる。落書きスペースは？落書きスペースはね、こうやったらギリギリ行けるけど。あ、ギリ行けんねや、うん。ただ、シール排出口には行かれへん。何のために撮ってんのお前。おい。行かれへん。
何のために撮ってるの？でもあのプリクラ撮りまくってたら、うん、溢れてきて拾える時がある。そんなんちゃうねんプリクラ。いつぞやのプリクラが出てくるとガチャガチャあらへんねんで。お前でもあかんね。何がいいな。プリクラなんか家置いてあかん。飽きまへんでな。あんなもん、もう撮りまくってま。そういうことやおまへんねん。あんたもうやった。そういうことやおまへんねや。もう俺50枚ぐらい撮ってんちゃうかな1日で。いや1時間撮りすぎやって。お前パラパラ漫画やんけ。そんなもんだからもう電気代もさバカならんのよ。バカならんやろ。あれやっかましいしピカピカ光るし、あれちっちゃいドンキホーテやだ。あのもう電気代をさ、うん、日割り計算したんよ、うん、じゃあどうも1日あたりさ、うん、500円かかってる。高なってるやん。おい毎日毎日さ、おい500円払ってやで。おいプリクラ撮るやん。ゲーセン行けお前。おいやってられんからさ、うん、俺もういっそのことを風呂場改造して発電所にしちゃったんや。どうなってんのお前んち。おい風呂どうなってんの。風呂俺んちの風呂今火力発電所になってる。火力発電所になってんの。これでね電気代がゼロになったんや。嘘つけお前。いやほんまに嘘やろ。火力発電ってお前何燃料代めっちゃかかるって聞いたで俺。いや燃料は陽さんあるからさ。何取ったプリクラ全部燃やしてるから、ね、何のために取ってんのお前。おいプリクラ燃やして電気にして、で電気でプリクラ取って、ほんでまたそれで燃料作って、ほんでまた電気にしてプリクラ取って。ちょ待たんごお前。おい、ん永久期間じゃん俺永遠のエネルギー手に入れた。なあ、燃やすやろ、うん、発電して、うん、で、ちょ待って、え何のためにプリクラ取ってんの。いやだから聞いてた、うん、燃料を作るためやつ。違うやろお前楽しいプリクラ撮りたいから買うたんやろお前。お前俺楽しくプリクラ撮りたいから買うたんやろ。なあお前火力発電所のおっちゃんやけどなもん俺発電所就職した思ってた。ちゃうでお前プリクラ巻き発生装置ちゃうねんで。お前俺巻き発生装置って呼んでた。言うてたお前、うん、ちゃうでお前。ちゃうんか。しかもあれやでお前永久期間ちゃうわ。え永久期間やちゃうって。お前プリクラの紙凍ってるやろ。お前俺プリクラの紙発注してる。発注して持てるやろ。永久期間ちゃうねんて。あかんわ。あしかもあれやでお前。えお前ち賃貸やろ。お前賃貸や。お前風呂ぶっ壊して持てるやんけ。賃貸やのに風呂ぶっ壊してもうた。チーン大喜利。いやーね、うん、しかしあれやね。何じゃい。痴漢あかんね。痴漢あかん。ほんま痴漢あかんわ。痴漢あかん。うん、痴漢あかん。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 あかん。痴漢あかん。痴漢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 あかん。痴漢あかん。痴漢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 ルール決めよう。せやな。あわけわからへんな、うん、盛り上がらねえ。せやわけわからへんわ。わからんままやってるから。あちょっとな痴漢がややこしいから、はあ、こうと呼ぶことにしよう。えで、あかんがややこしいから、はあ、おつと呼ぶことにしようか。ややこしいってそっちの方が。でこうとおつが連なった時、まあ言うたらうまいこと言った時な、うまいもんやから、おでんと呼ぶ。ちょっと待って、おいおいちょっとおいおつがおでんになった時に。ちょっと訳分からへんって。おいややこしなってんのお前の方が。えなんかおでんの契約書書いてるみたいになってるわ。そう訳分からへんわお前。あそうせやでお前。いやとにかく痴漢はあかんのよ。痴漢あかん。ほんまに痴漢あかん。ほんまに痴漢あかん。痴漢あかん。あちょっと待って。え痴漢あかん。めっちゃ早ない痴漢あかん。いやそんな早ないけど。いっちゃ早いやろ俺。いや俺の方が早いんちゃう。マジで、うん、言うてみて。パン早っ。お早いなお前ゼロいってそのガンやん。そんなあれやったらお前チャンってほら。いやそれはチャンって言うてる。いやお前ガンやんけ。俺ちゃんと言うてる。何パンチャ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 ンルール決めよう。言えてもおいルールええって。ルール決めます。ルールええねんて。まずガンがややこしいため、ややこしいアルファと呼ぶことにします。ややこしいって。ジャンがややこしいためベータと呼ぶことにします。ええってお前。アルファとベータが連なった時のことをガンマと呼ぶ。もう訳分からへんのやめてくれお前。化学反応みたいなこと言ってるやん。なんやねんお前。えちゃうからもう時間もあらんねんで。これあそうな。漫才の段取りもあるしこれな。言わなあかんこと3つあんのよあんた。あ3つあんの。せやであんた。あそうな。うん、まあまあとにかくさ、うん、痴漢はあかんのよ。痴漢はあかんな。うん、現状さ、うん、痴漢し放題みたいになってるからさ、うもう警察としては、うん、もう絶対に負けられない戦いとして挑んでほしいよな。うい、うん、これはあくまで個人の感想やけど。マジシャンか。おいしさどうも金属バットです。どうも、いやいや、あのさ、うい、俺こ前さ、うん、鶴が罠にかかってたから、うん、助けてあげたよな、うん、ほんならその日の晩にさ、うん、知らん女の人が家にズカズカ入ってきて、え私がいいと言うまで絶対にこの扉を開けないでください。おい鶴やんけお前。鶴の恩返しやんけって言うて、はあ、ガラス戸をパタンって閉めた。ギャン見えちゃうのお前。ギャン見えやギャンギャンに見えてるやんけ。でそっからその鶴さ、はあ、半年以上家おんの。いつまでいてんねんお前。たまらんたらんな。そうよ。あんたんちワンルームマンションやろ。そうなんよなあ。だから俺ずっと玄関で暮らしてる。おい邪魔やな。めっちゃ邪魔なんや。生活できへんやんけお前で。なあ。だから洗濯機とかもさ
鶴の部屋にあってでけへんねんな。難儀やな。だからこの前さ、川へ洗濯行ってさ。追い出せやもう。ほんなら川上から大きな桃がどんぶらこどんぶらこって流れてきて、その横で亀がいじめられてた。どこ住んでんねんお前。あれお前住所大阪府おときの国やったっけ。とりあえず亀助けたらなあかんやこれ。かわいそうやな亀。めっちゃひどいよ。何がい。大人が集団でさ。大人かいな。さすまた持ってさ。うわ。ワニガメいじめとんだ。あ、駆除やそれ。え？駆除や。あ、駆除してる。外来種やから。あ、外来種か。あんた怒られたやろ。邪魔しないでください。役所の人や。もうこれ以上俺らは役所怒らしたかんねや。怒らした。桃呼ばれよ桃。いや桃がそれが流れてってもうてさ。なんじゃお前おい。で俺とぼとぼ帰ってたらさ、地面から光る竹が生えてて、でその横で亀がいじめられて。亀ええわお前もう。ワニガメっしょ。なんかなオレンジの鉢巻き巻いてヌンチャク振りましてた。おいタートルズやないかほらお前。あれ外来種やけど。あそう。液状やから。あ液状持ってたんや。竹竹な。で竹割ったらさ中からガキ出そうやな。おい言葉って悪いよ。あそうちゃんと言ってちゃんと。非納税者です。ちゃんと言い過ぎやお前。ちゃんと言い過ぎ。でこう割れるかな思って頑張ってねじってたんや。割れまへんであれ硬いんやから。ほなら、一瞬だけ真っ赤に光って、光らんくなってんな。どうも金属バットです。どうもこんばんは。いや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 、さおい2060年のさ、はあ、9月4日なんやけどさ40年後うん、はあ、空いてる？なんかあんのお前。開けといてほしいよ。え何あんのよ。俺もう自分の葬式予約してもてさ。あんたちょっと気早やないかあんた。いやなんかな早割ってのですごいお得やったよな。そんなあんねや。うん、ごっつお得な。お得やね。はい、ワンドリンク無料やってんな。お得なんそれ。え？あんま葬式中飲みたい思わんけどね。いや絶対来てほしいよ。なんでなんよ。というのもお前葬式の当日にさ、はあ、お前に相方としてやってほしいことがあるのよ。おい、うん、何でも言うてくれお前。あいい。わし何でも全力でやるわ。あいいか。何やってんねや。あの坊さんのスクーターをさ、はん、中金切られへんように見張っといてほしいんよ。だるいっておい。頼むわ。だるいって。お前しかおらんねん。なんぼでもおるやろそんなもん、電車で来させ坊さんなんか。坊さんはスクーターなんやって。いらんってそんなこだわり、ちょっと汚いなそうやったら。じゃあ分かった、代わりにさ、はん、俺の戒名を決めてええよ。マジで？ええよええ。戒名決めていいの？やった。俺も葬儀屋さんと話し合ってさ、はん、3つ候補用意してるから、はんはん、もう選んじゃって。あ、選んでええみたいですな。うん。3つ候補って何？ジャングルマン X か、はミラクルボディ V か、おいライフガードないけど。みんなパワージュースやないけ。おい、えお前なんで自分の下にチェリオのジュースみたいな名前つけんねや。やっぱジャングルマン X かな。全部一緒やねそれ、味も見た目も。決める意味ないねや。あ、そう。せやで。じゃあさ、あの俺の死体をさ、はあ、火葬場まで運んでほしいんよ。うわ、俺霊柩車乗ってんねや、やった。いやごめんごめん、霊柩車じゃないねん。何な、軽トラ？バイクなんやけど。引きずんの俺。いや引きずらん引きずらん。何何。なんかな、俺死んだらバイクになるらしいから、え俺を運転して行ってほしいの。何言うてんのお前。おい、ええお前死んだら単車なんの。単車なんねんて。ほんまに。葬儀屋さん言うてはったよ。言うてはった。単車になりますよあなたって。そうな、40年後ってそうな。そうらしいよ。単車になるってどういうこと。な、腹にタイヤついてわしが背中またがるみたいなこと。あ、ちゃうちゃうちゃう、背中にタイヤついてて、はあ、仰向けやねん。向かい合うの俺。で手握ったスピード出んねんけど、はあ、ちょっとスピード出しすぎだけ注意して。なんでな。あの60キロ超えた目開くらしいん。怖いってお前。おい怖すぎるって。嫌 やってお前の下に乗って街うろうろすんの。やってよ。いやこんな坊さんにバレたらめっちゃ怒られんちゃうの。いや怒られへん怒られへん。なんでな。なんかこれ仏教用語であるらしい。死んだら単車なの仏教用語であんの、うん、あんねんって。なんていうの。自動に輪廻転生っていう。ないってお前。おいあるダジャレやないかんなもん。言うてはったんやって葬儀屋さんが。ほんまに自動に輪廻転生っすよそれ。ちょっとおい怪しいな。おい、えこの葬儀怪しい。ちょっとキャンセルせよお前。いやキャンセル料が高いんよ。なんぼすんねんな。現代で言う諭吉10枚分10万もすんの。そうやね。現代で言うってどういうこと。未来で言う鈴木福くん5枚分やって。福くん紙幣なんの。なんで2万円札そうそう言うてはった。ほんまに葬儀屋さんが言うてた。福くんを紙幣に押し上げますよ。押し上げるとか言ってるやん。ちょっとやばいってお前。おいキャンセルせえこれ。俺キャンセル料払たるから。払ってくれんの。払たるよ。いやでもワンドリンクおごったる境に。それもチェリオもこうたる境にもキャンセルせえお前。でお前まだまだ生きなあかんねんから。今知る話なんかすんな縁起悪い。まあそれもそうやな。シャーで。じゃあ分かった、今後もし俺が死んでさ、はあ、名前がジャングルマン X になるまではうミラクルボディ保ってうライフガードしていくな。バッチェリオどうでした。ありがとう。あのさえいおいしいおなんじゃいなんじゃいなんじゃい。むちゃウケるやんけ。おいちょろいね今日は。おい R1 のお客さんじゃんこれ。やめなさい、やめなさい。はいはい。知り合いにさ、はあ、漁師さんがおんねんけど。ええー、こんなんいてんねや。うん。はあ、その人がさ、はあ、この前、本マグロの大トロを、はあ、
ブロックでくれたんよ。熱っ、なんでなんか余っとんや言ってた。余らんで、あのお前金貨やぞあれ、まありがとうございます言って。大きいな、気前いいね。で早速家持って帰ってさ、はあ、チラシ寿司にしたんよ。頭おかしいんかお前、おいベロバブってんのかお前は。やっぱうまいね。あ、そうな、あのチラシ寿司の椎茸甘辛く炊いたやつ。あ、どうでもええわおい、どうでもええって。あ、椎茸ってあの味のまま地面から生えたんや。ええわもう、おい、椎茸の話なんか聞きとないんじゃお前。何何、トロワイ、トロトロはいい色やったよ。色合いでいるんだ、うん、トロお前。そんなりょうさん怒らはったやろ。なんかえらい怒ってはって。そらせやろお前。あ、チラシ寿司にしました言うたら、はあ、頭おかしいんかお前。せやで、カナダ足でベロあるたろか言うてまいな。これ本マグロの大トロいうのはな、一回炙んねや。しゃあね、しゃあしゃあしゃあ、油がこうじわー出てくる。あー、しゃあ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 、それをケチャップにつけて食うんがうまい。頭おかしいんかお前、おい、はあ、なあ、炙るんすか。ケチャップじゃおい。ケチャップはね、僕もね、チラシ寿司にかけたんです。お前もぶっかけてんの。ほんなら、錦糸卵と相まって、はあ、オムライスみたいになるもん。ならんわ、お前。頭おかしいやないか、お前。頭おかしいやん、頭。お前もおかしいねんで。でもめっちゃええ人で。ええ人はええ人ね。その帰りもさ、はあ、ホタテくれて。ホタテ、ホタテ。でっかい殻付きのやつ。海底の、うん、なんでなんか余っとんやー言うて。余らんねえよお前。どこの海住んでんねんお前。いや、ありがとうございます言うて。大きい泣き前やな。で早速持って帰ってさ、はあ、水着にしたんや。頭おかしいやないかお前。やっぱええー、ね。何がいいな、白が生えるね。生えへんねんお前には。あんなバキバキのギャルの姉ちゃんしか生えんねんお前。あ、りょうさん怒らはったやろ。なんかまたえらい怒ってはってさ。そらせやろ。あ、水着にしました言うたら、はあ、頭おかしいんかお前。しゃあでお前、カナダ足でベロあるたろか。今洗わんでねえ。ホタテいうのはな、一回網で焼くんやと。シャーよ、シャーシャー。焼いたら、こう殻がこうじわー広がってくる。シャーシャーシャー、もうここだけの DVD 欲しいわ、すっきゃねえな。で、中身ポイってして、カスタネットにして遊ぶ。頭おかしいやないか、お前。どうも、金属バットです。よいしょ、よい。こんにちは。こんにちは。あー、ねえ、ねえ。いやいや。俺さ、うん。あの、究極のチャーハンを完成させたんよ。おい。おう。究極のチャーハン？そうよ。おい。え？お前見てわかると思うけど、うん、俺チャーハンバリバリ好きなんよ。あ、そう。見てわからんねんけどな。ちょっと教えてくれよ。教えようか。どんなもんやねん。あ、教えるわ。頼むわ。今日は舞踏会、舞台はフライパン。本日の主役はキラキラに輝く宝石のようなお米たち。おい、お前ラリってんのかお前。おい。え、何言ってんの？俺あれやで。何？究極のチャーハンっていうポエム作ってる。おい、ポエムけお前これ。いらんのや、ポエムなんか。いらんの？わしレシピ聞けろ思ったのに。レシピはポエム聞いてたら出てくるよ。なんでポエムなんか聞かなあかんねん。いや、俺ポエムでしか言葉伝えることできへんねんな。おい、調子乗んなよ、ハゲお前。おい。まあ、ハゲてねえから写経せよ、お前みたいなやつは。写経せなか。ああ、聞いてたら出てくんの？聞いといて。あ、わかったわ、ほら。ここは、チャーハン王が統治する、チャーハン王国。何それ。度重なる圧政の末、民衆の不満は募り、徐々に民主化の波が押し寄せていた。重い設定。そこで悪魔司祭米炒めテウスさん。ちょっと長なりそうやな。ちょっと長なりそうやな。そんな長ならんよ。これ尺どんぐらい。全8章ぐらい。ああ、章の尺なんかあやふややね。ちょっとわからんねや。あ、そう。ちょ、わかりやすいさ、うん、原稿用紙で言うてよ。原稿用紙だと2キロか。重さが距離。あ、長さが余計わからんわ。私原稿紙なんか並べたもんないから。あ、そうなの。あ、ちょっと勘にくれ、ちゃっちゃか火かけてくれへん。火かけんの。あ、火とかけまして。あ、謎かけちゃうねん。謎かけなんか古かいな、あんた。今日浅草の余生ないんやから。ああ。よかった。俺謎かけなんかできへんからさ。せやろ。急に振られてもう頭が真っ白に燃え尽きかけたわ。火だけに。ねずっちです、おい。ねずっちですんな、おら。してた。うん。謎なんか解かんでえねえよ、お前。あ、そうか。そうよ、お前。今、謎解かんと卵解かなかもんな。チャーハン。レシピ言えよ、はよ。おい、だるだるすんな、お前。盛り上がってもって。原稿用紙2キロあんねやろ、これ。ちょっと、ちゃっちゃかレシピのとこ言って。レシピ。うん。お米がパラパラと炒まってきたら、ほう、ここで、バターを投入。バターなんか入れまんねんな。バターなんか入れまんねんな。おい、なんや、喧嘩か。喧嘩してんのか。といったあなたの、なんや。今日の運勢は、占い？絶好調。やっぴ。続いてのお便りです。ラジオなん。片岡ヘッドコーチ、こんにちは。誰や、お前。私は今、二塁にいます。おい、集中せよ、ほな。おい、走るべき。おい、おい、何や、ここ、お前。
ラジオやん。ポエムの続きやん。どこがやのお前。変なコーチ出てくるしお前。原稿紙400字が2キロあんねやろ。そうやで。ちょ、ちゃっちゃか言って。ちゃっちゃか。飛ばしてちょうだい。飛ばそうか。レシピとか言って。バターがとろーりと溶けてきたら、うん。とろーりといえば、うん。ゴロリ。あ、もうええて。おい。作って遊ぼうの神回といえば、ないわ。あれ全部一緒やねんやってること。川の下にガス管を通してライフラインを作るお話。おい神回やなお前、すごかったあの回。二人で？二人よ。行政やん。お前どうやって？ゴロリがキャドで図面引いて。あいつキャドできんねや。ワクワクさんがハサミ一本で地面掘り抜いて。腕どないなってんの？めっちゃかっこや。腕パンパンやお前。すごいかやん曲で。どないなってんのお前。すごいよ。それはちょっと面白そうすぎるから。ちょっと今度 DVD 焼いてくれよ。わしはちょっとレシピを聞いたんや今日。レシピ？そうよ頼むやん。あんたまだバターしか入ってんねんから。マジで？そうよあんた。あそうか。完成させてちょうだい。オッケーオッケー。バターがとろーりと溶けてきたら、うん。いよいよ仕上げ。え？少し。寂しい。おい。物語が終わってしまうのだから。でも大丈夫。心を痛めないで。だって、チャーハンは、心を痛めるものではなく、お米を痛めるものなのだから。バターライスやないか、もう。どうも、金属バットです。お願いします。お願いします。ね。さあ。うん。この前さ、うん、自分の人形を作ってん。え？等身大のやつ。え？で、それをラジコンにして走らして遊んでたんよ。え？ほんなら俺のラジコン途中で操作効かんくなってさ、え？走ってどっか行ってもうたんよ。は？最近街で俺見てない？ちょっと待って、ちょっと待って。何言ってんのお前。自分の等身大のラジコン作ったん？うん。何それ、何でそんなの作ったん？俺ラジコン作るの好きやねん。あ、そうなん？うん。で、スピード追求してたらさ、はあ、俺の形がベストやねん。絶対ちゃうでお前。ほんまに。どうやないかお前みたいなもん。見てない街で俺みたいなやつ。お前みたいなやつ探してんねんけど。見たわ。見た？うん。なんかね、うん、パン屋の壁にバン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 ぶつかってるお前見てるけど。あれお前のラジコンちゃうんけ。パン屋さんの壁？うん。それは俺やな。ガチもんだお前。本人やわ。何してたお前。なんかやたらいい匂いする施設あるな思ってさ。施設って言ってんのパン屋のこと。匂い嗅いでただけなんやけど。中入って食ったのに貴重いなお前。見てない街で。俺あれやねん、俺のラジコンあれやねん。何？漆塗りやねん。漆塗り。真っ黒のやつ。やった見たわ。見た。見た。漆塗りのお前やったら見たわ。見た。うん。どこで？ネットオークション出たわ。売られてんの？え？仏壇仏コーナー出たよ。仏になってんの？仏になってないけどね。てかお前普段仏壇仏具のページ見てんねん。見てるな。あのページな、金ピカの方めっちゃ安いからめっちゃおもろいの。あ、そう。そんなんええわ、もう。振り返さんとあんた。あ、そう、うん、もうええよ。なんでやねん。仏になってんやろ、うん、ほんなんもうええわ。なんでや。仏だけに、ほっとけ、言うて。うえ。ほっとけ。うらどうも金属バットです。どうもお願いします。お願いします。ね、さあ、うん、この前さ、うん、自分の人形を作ってん。え？等身大のやつ。え？でそれをラジコンにして走らして遊んでたんよ。え？ほんなら俺のラジコン途中で操作効かんくなってさ、え？走ってどっか行ってもうたんよ。は？最近街で俺見てない？ちょっと待って、何言ってんのお前。自分の等身大のラジコン作ったん？うん。何それ、何でそんなの作ったん？俺ラジコン作るの好きやねん。あ、そうなん？うん。でスピード追求してたらさ、はあ、俺の形がベストやねん。絶対ちゃうでお前。ほんまに。どうやないかお前みたいなもん。見てない街で俺みたいなやつ。お前みたいなやつ探してんねんけど。見たわ。見た？うん。なんかね、うん、パン屋の壁にバン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 ぶつかってるお前見てるけど。あれお前のラジコンちゃうんけ。パン屋さんの壁？うん。それは俺やな。ガチもんだお前。本人やわ。何してたお前。なんかやたらいい匂いする施設あるな思ってさ。施設って言ってんのパン屋のこと。匂い嗅いでただけなんやけど。中入って食ったのに貴重いなお前。見てない街で。俺あれやねん、俺のラジコンあれやねん。何？漆塗りやねん。漆塗り。真っ黒のやつ。やった見たわ。見た。見た。漆塗りのお前やったら見たわ。見た。うん。どこで？ネットオークション出たわ。売られてんの？え？仏壇仏具コーナー出たよ。仏になってんの？仏になってないけどね。てかお前普段仏壇仏具のページ見てんねん。見てるな。あのページな、金ピカの方めっちゃ安いからめっちゃおもろいの。あ、そう。そんなんええわお前。おい、振り返さんとあんた。あ、そう、うん、もうええよ。なんでやねん。仏になってんやろ、うん、ほんなんもうええわ。なんでや。仏だけにほっとけ言うて。うえ。ホットケーキ。うらっしゃ。バットです。こんばんは。お願いします。
もうね、うん、さ、この前さ、うん、地面にさ、うん、穴掘ってたんよ。え、何してんのお前。なんか出てこい思ってさ。いくつお前、うん、バイトせよお前は。ずっと掘っててん、はあ、ほんならさ、はあ、金出てきたんよ。そうつけお前。いやほんまほんまにほんまに。そうつけ。金というか金鉱脈。激熱やね、うん、熱いね。買ってん俺も鉱脈。もう人生買ってもったんや。ほんまに。うん、たださ、はあ、ちょっと問題があってさ。なんや。俺その金の鉱石を、はあ、金のインゴットに精錬する技術がないんよ。まあ普通なよな、うん、ああ。だからちょっとね、ん、技術がないねんな。ああ、めちゃ困ってんのよ。あれちゃう、なんか三菱とかさ、大企業に言うたらあれ金やってるから、アンジュやってくれんじゃん。三菱そんなんやってんの。やってやってる。え、三菱ってあれちゃうの。何、ゼロ戦一本で勝負してんの。もうやめてんねんお前。大昔にやめてんの。やめてはんの。今もうバリバリいろいろやってんの。あ、そうなんや。せやで。ああそうか。でもそんな三菱みたいなさ、そんな財閥に言うてもうたらさ、なんや、結構いかれる思うよ。眼球、何何、ちょっと、眼球マージン的なもん。かまへんがな。いや、手元にほとんど残らん気ぃ。どんと来るよ、大丈夫よ、奥来るよ。いや、奥来る。だからちょっと俺できるだけな、このプロジェクトはな、うん、もうプロジェクト言うてんの。小規模でやりたいんよ。がめついの。うん、だからね、ちょっとね、お客さんの中で、え、金をインゴットに精錬できるぞって方います？おるわけないやろお前。アホかも。おれへんな。おるわけないやろ。義務教育受けてないな。義務教育で習わんねんで。習わんめちゃめちゃ特殊やな、あの技術。そうなんか。フェアでお前。あー、でもな、まあ一回全部掘るわ。一人で、うん、とりあえず全部掘ってから考えるわ。がめついね。うん。で、うん、でも掘るにあたってさ、うん、ちょっと厄介なんかさ、何が事故なんよ。事故な、うん、穴掘っとったら落盤とかあるからね。そうなんよ、うん、で一番怖いんがな、ガスの事故でさ。ガサかなんで。ガス怖いやろ。火ついたら死んでるからね。そうやね、うん、でどうもな、うちんとこの鉱脈な、うん、ガスが出とんのよ。あら、あんたとこの穴ガス出てるのかいな、うん、ガス出ちゃっとんのよ、うちのえらいこドラ鉱脈ちゃん。えらいこっちゃであんた、うん、でちょっとガスの成分調べてみてんけど、うん、どうもな、天然ガスが出てんの。激熱やねお前。おい、めちゃくちゃ熱いやんけ。大勝ちやで。2勝してんの。2勝やな、うん、熱いの。そうやね。ただな、ちょっと問題があってさ。なんや。俺その天然ガスから家庭用のエネルギーを抽出する技術がない。またかいな。もうとにかく俺には技術がないねん、うん、俺にあの資源だけなんよ。コンゴと一緒。え、アフリカのコンゴと全く一緒ないよ。コンゴと同じないみたいな。あ、そうなの、うん、だからちょっとね、お客さんの中で、え、僕と結婚してもいいよっていう女性います。なんで今聞くねお前。おい、 いけるかな思って。なんでおらんねんお前。こいつ金とガス持ってねんぞお前。おい、到底やぞこんなもん。おれへんな。ありえんな。まあ金とガスぐらいじゃイケメンには語れへんのかな。せちがらいね。せちがらい、ね、ちなみにさ、うん、その穴どこあんの。穴、え、場所。うん、いや、それ言うたらあかんやん。言えよお前。いや、押し寄せてくれやん。誰も来えへん。押すやろお前。来るて。日本やろ。日本ないでそんなもん。まあヒントだけあげようか。言うてみんな。谷町ってとこだよ。そつけお前。おい、大阪のやろ、うん、すぐそこの大阪の。あのとこなんもないでお前。掘っても地下鉄しか出てこないあんとこ。いや、俺谷町に土地買うたんよ。土地買うた。1平米な。ちっちゃいな、うん、掘るよ、掘るよの土地。掘るよ12万で買うたんよ。結構しまんな谷町、うん、で掘ってたんよずっと、はあ、ほんなら何も出てけへんねん。当たり前やろお前。でこのままじゃ12万パーやから。かまへんがな。ほんでもう結構深くまで行ったからがっつり掘ったんや。これバレへんな思ってさ。え、ちょっと横行ったったんよ。横行ったかねお前。横ガンガン行ったったん。横非合法やねん。他人の土地ガンガン行って、はあ、で谷町1丁目ってとこから掘って、はあ、で9丁目で谷町全部掘ってるやんお前。おい。そうやね、谷町線よ。そうや、俺新谷町線開通させたよ。それはそれでめっちゃすごいよね。で9丁目ついに金が出て。ああ、9丁目やねんな、うん、谷急に金とガスがあんねんな。言うてもうとるがや。おい、聞いとったで。おい、ありがとうございます。金属ナイスです。こんばんは。金属バットです。金属バット。金属バットです。同じ絵づらいね、あんた。ねえ、うん、ねえ、僕ら金属バット言いましてね。はい、大阪から来たんすわ。大阪からね。ね、僕ら、二人とも大阪でね。来まして。大阪言うたらね、有名なもんがありまして。有名なもん。大阪言うたら、紅茶と貴婦人の街でして、ねえ。ちょっとね。何？嘘ついたあかんわ。何がやねん、お前。自己紹介で。何がやねんな。大阪が紅茶と貴婦人、うん、ちゃうよ。何？ハープとティアラの街です。そうなんです。すいませんね。大阪ハープとティアラの街ですね。うん、そっから来ましてね。ね、で、ガス溶接得意な方が小林で、アーク溶接得意な方が友達ですね。うん、見たらわかる思いますけど。見たらわかりますかね。わかりますかね。わかるでしょ。わかったかな。大丈夫でしょ。わかってるね。大丈夫、大丈夫。ね、まあ僕らそんなね、うん、漫才師なんですよ。そうなんですよ。うん、僕ら、This is 漫才師です。This is 漫才師、うん、お、いいね。うん。ザットイズ漫才師。ザットイズ。うん。
違うんちゃうか？フーイズ漫才師。フーイズ。なんか横文字が似合えへんのちゃうか？これぞ漫才師。なんかな、漫才師の五両人。五両人です、僕ら。漫才師の五両人ですか。五両人で持ってて。こんばんは。漫才師ってね、もう立ち仕事やんか。ざっくり言うとね、めちゃめちゃざっくり言うたせやね。もう立ち仕事のさ、接客業やん。むちゃめちゃざっくり言うたな。省き倒したらそうやな。つい仕事やん。めちゃめちゃ楽やで。え？めっちゃ楽よ。いやもうだってずっと立ってるからさ。こんな楽な仕事ないでお前。ある？え？見た俺の仕事量今日の。何何？歩いてきただけやでそこ。そう。信じられん距離で。こんな短い距離。この距離だけ。チョロ級であんな距離。めちゃめちゃチョロい距離歩いてきたのに。すごい、しんどいよ。しんどいかお前。いや俺それに比べてさ、コント師どもはさ、おい。あいつらさ、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ。休むようちゃうねんあれ。舐めとんだあれ。おい。むちゃくちゃやん。どうしたお前おい。しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れんねん。受けへんけどな。一つも受けへんけどさ。ありえへんやん。どうしてお前おい。ずっと楽しとんねん。おい。楽から生まれる笑いなんかないの。どう尖ってんのお前おい。何やねんあれ。お前、え？コント師ってめちゃめちゃ大変やで。大変か？めっちゃ大変よ。そう？あれコント師ってお前飛んだり、跳ねたり、ラジバンだり、いろいろせなあかんねんでお前。もう、そうなん？めっちゃ大変やで。いろいろせなあかんの。そうよ。まあまあ、じゃあコント師はさ、100歩譲って許すねんけど。偉そうやもう。問題はよ。あの、落語家どもよ。おい、お前。あかんやろ、あれ。おい。出てきてさ、お客さんの前でさ、お金払ってんねんで。なんかいきなり座ってさ、おい。大昔に誰かがやったネタやるやろ。おい、お前。あれ？おい。舐めすぎやろ、あれ。ちょっと。え？小林。何？ちょっと、お前。どうしたお前。どうした？こっちのセリフやで。お前は。どうした？え？落語家は。舐めとんの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 ってやっぱ。3桁年前のネタしてるからな。何百年やってんねん、お前。どんだけ濃すんねん、お前。もう。丸なってるよ、お前。そうや、丸やで。玉やろ、あんなもん。玉見せてるだけだよ。玉見せかけ、あんなもん。なんや、ネタの途中、熱なったか知らんけどさ、ジャンバー脱ぐやろ、あいつら。お前、落語家のアウターのことジャンバー。アウターって言ってんの、お前。ちゃうよ。なあ、あれ、暑いんやったら来てくれよな、あんな。そうやで、ほんまに。で、暑いからすぐあれやろ？なんや。うちわで会うやろ？会うよね、あれ。むちゃむちゃしょんで、あいつらは。いや、でもさ、俺はもうこうやってさ、ずっと漫才続けてたらさ、もう足腰弱すと思うよ。大丈夫やって。いや、もう立ってられんくなると思うねん。いけるって、お前。いや、今はまだ若いからいけんねん。30代やけどな、俺ら。もっと年取ってさ、50、60になってきたらさ、もう立ってられへんよ。大丈夫やって、お前。え？知ってるか、お前。何？いとこい先生。いとこい先生？いとしこい先生。あの人らもう死ぬ間際ネタしてあってんで。あ、そうそうよ。最後なんかお前楽屋な2丁のピストル入ってきたな思って腰曲がりすぎて。こんなの2丁拳銃入ってきたもん。マイクの前行ったらバチーってなる。バチーなのかあれ。めちゃめちゃかっこいい。すごいな。めちゃめちゃかっこいいあの人だ。そうよ。いやでもさ、もう今のうちにさ、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ。いやお前な、そういや落語ってな、楽じゃないね。楽じゃないのあれ。あ、知ってるかお前。そば食わんといかんねや。いや、そばぐらい食うたらええやん。できんのかお前。誰でもできる。やってみよ、ほら。ほら。おい。簡単やん、こんなん。見てみよ、お前。マックシェイク飲んでる音やんけ、それ。おい。マックシェイクの音や、それ。マックシェイクの音してる、これ。江戸にマックシェイクがあるかいって、バーン殴らんの、お前。マジで。一番痛いとこ殴らんの。一番痛い。正中線、正中線、どん突き、お前。マジで痛いの、お前。それは嫌やな。せやで。そうか。でも、あれよ。え？正座しちゃんといかんねん。いや、あれ正座してんのあれ。何や思えてお前。掘りごたつじゃない。えぐれてないねんか。あ、そう師匠足グラグラしてるの見たことあるお前。あ、ずっと楽してんや思てめっちゃ座らなあかんのよ。正座してはんのか。お前師匠の要求、パチッと答えなあかんで。要求答えなあかん。うん。師匠と歩いてて。うん。おい。うん。おい、ハゲノスケ。うん。ハゲノスケお前、おい。ハゲノスケっていうのは、俺でええんやな。お前、そうやな。これや。え？これ。何すか？これや。あ、プリクラですか？小顔ピースちゃうのお前、おい。こんなおもろい師匠おらんのお前。え？ハゲノスケ、あと5秒や、早く小顔ピースせなっておらんの。おいじゃない。一生ついてくわ、そんな人。違うんだ。せやで。何？タバコ？タバコや。タバコ。タバコやん。あとあるよ、街歩いてても。ん？おい。ハゲノスケお前。え？軍閥の樽やないけ、おい。軍閥の樽？おい、ごっくんボディや、おい。下品な言葉。おい、おい。言葉を仕事にしてる人とは思われへん。おい、ハゲノスケ、早く。早く。何すか？タマスダレや。タマスダレ。何にすんすか、タマス。ナンパやんけ、お前。タマスダレってナンパすんすか。ナンパ道具やろ、あれ。ナンパ道具。どうやってすんの、あれ。女の好きなもん作んねやろ、あれ。ああ、そうか。あれでタピオカとか作ったら。いやー、エグザイルとか作ったら一撃やろ。一撃釣れんのか。バカもんやで、お前。え？
バカもバカもバーンやて、まあ、正中線、あ、五段付きドン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 、正中線死んでまうぞ、それは嫌やな、大変よ落語家、落語家きついんか、3桁年前のネタで受けなあかんからな、そもそもそうか、昔のネタで受けなあかんから無理やん、俺らめちゃめちゃすごいやから、それはきついな、せやで、じゃあまあ漫才師でいいんかな、漫才師やっぱり、でも俺などうしても座りたいんよ、なんやねお前、もう楽したって、なんじゃこいつは、でもあれでよか、なんでか、座り漫才日本一決定戦のほうザ漫才出ましょうか、お後よろしいんちゃいまっかの、ありがとうございます、よいしょよいしょね、どうもバットナイスです、こんばんは、金属バットです、金属バットです、同じ絵面やね、あんたね、ねえ僕ら金属バット言いましてね、はい、大阪から来たんすわ、大阪からね、ね僕ら2人とも大阪でね、うん、来まして、大阪言うたらね、うん、有名なもんがありまして、有名なもん、大阪言うたら紅茶と貴婦人の街でして、ねちょっとね、何嘘ついたあかんわ、何がやねんお前、自己紹介で何がやねんな、大阪が紅茶と貴婦人、うん、ちゃうよ、何ハープとティアラの街、そうなんです、すいませんね大阪ハープとティアラの街ですね、うん、そこから来ましてね、で、ダース溶接得意な方が小林で、アーク溶接得意な方が友達ですね、うん、見たら分かると思いますけど、見たら分かりますかね、分かりますかね、分かるでしょ、分かったかな、大丈夫でしょ、分かってるね、大丈夫大丈夫、はい、ね、まあ僕らそんなね、うん、漫才師なんですよ、そうなんですよ、うん、僕ら This is 漫才師です、 This is 漫才師、うん、お、いいね、うん、ザットイズ漫才師、ザットイズ、違うんちゃうか、フーイズ漫才師、フーイズ、うん、なんか横文字が似合えへんのちゃうか、うん、これぞ漫才師、なんかな、漫才師の五両人、五両人です僕ら、漫才師の五両人ですわ、五両人でやらせてもらってて、こんばんは、漫才師ってね、うん、立ち仕事やんか、ざっくり言うとね、うん、めちゃめちゃざっくり言うたせやね、もう立ち仕事のさ、うん、接客業やん、むちゃむちゃざっくり言うたな、歯向き倒したらそうやな、つい仕事やん、めちゃめちゃ楽やで、えめっちゃ楽よ、いやもうだってずっと立ってるからさ、こんな楽な仕事ないでお前、あるね、見た俺の仕事量よ今日の、何歩いてきただけやでそこ、そう信じられん距離でこんな短い距離、この距離だけチョロ級やであんな距離めちゃめちゃチョロい距離歩いてきたんだ、しんどいよ、しんどいかお前、いや俺それに比べてさ、はあ、コント師どもはさ、おい、あいつらさ、おいおい、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ、休めようちゃうねんなめとんだあれ、おいむちゃくちゃやん、どうしたお前、おい、しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れんねん、受けへんけどな一つも受けへんけどさ、ありえへんやん、どうしてお前、ずっと楽しとんねん、おい、楽から生まれる笑いなんかないの、どう尖ってんのお前、おい、何やねんお前、えコントしてめちゃめちゃ大変やで、大変か、めっちゃ大変よ、そう、あれコントしてお前飛んだり跳ねたりラジバンだりいろいろせなあかんねんでお前もうそうなん、めっちゃ大変やで、いろいろせなあかんねん、そうよ、まあまあじゃあコント師はさ100歩譲って許すねんけど、うん、偉そうやの、問題はよ、うん、あの落語家どもよ、おいおいお前、おいおい、あかんやろあれ、おい、まあ、出てきてさ、 お客さんの前でさ、 お金払ってんねんで、おなんかいきなり座ってさ、おいおい、大昔に誰かがやったネタやるやろ、おいお前、おいあれ、おい、舐めすぎやろあれ、ちょっと、え小林、何ちょっとお前どうしたお前、どうした、こっちのセリフやで、お前はどうした、え落語家は、うん、舐めとんの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 ってやっぱ3桁年前のネタしとるからな何百年やってんねん、同じどんだけこすんねんお前、もう丸なってるよお前、そうや丸やで、玉やろあんなもん、玉見せてるだけだよ、玉見せるだけあんなもん、ああ何や、なんやネタの途中熱なったか知らんけどさ、うん、ジャンバー脱ぐやろあいつらああお前落語家のアウターのことジャンバーアウターって言ってんのちゃうよなあ、あれ暑いんやったら来てくれよな、あんなそうやしやで、ほんまに暑いからすぐあれやろ、なんやうちわで会うやろ、会うよね、あれむちゃむちゃしょんであいつらは、いやでもさ俺はもうこうやってさ、うん、ずっと漫才続けてたらさ、うん、もう足腰弱すと思うよ、大丈夫やって、いやもう立ってられんくなると思うねん、いけるってお前、いや今はまだ若いからいけんねん、30代けどな俺ら、うん、もっと年取ってさ50、60になってきたらさ、うもう立ってられへんよ、大丈夫やってお前、え知ってるかお前、何いとこい先生、いとこい先生、いとしこい先生、おあの人らもう死ぬ間際前ネタしてはってんで、あそうそうよ、最後なんかお前楽屋何2丁のピストル入ってきたんや思って腰曲がりすぎて、こんなん2丁拳銃入ってきたもんバイクの前行ったらバチンってなる、バチンなのかあれ、めちゃめちゃかっこいい、すごいな、めちゃめちゃかっこいいあの人だ、そうよ、いやでもさもう今のうちにさ、うん、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ、いやお前な、うん、そういや落語ってな、うん、楽じゃないねん、楽じゃないのあれ、あれ知ってるかお前、うん、そば食わんといかんねん、いやそばぐらい食ったらええやん、できんのかお前、誰でもできる、やってみようかな、ほらおい
簡単やろな。見てみよお前マックシェイク飲んでもてんけそれおいマックシェイクの音やそれマックシェイクの音してる江戸にマックシェイクがあるかってバーンなくないんだもん一番痛いとこなくなる一番痛い正中線正中線どんずっとかバチッいかるんだもんそれは嫌やなそうかでもあれよ正座しちゃんといかんねんいやあれ正座してんのあれ何や思ってお前掘りごたつでないえぐれてないねんかあそう師匠足ブラブラしてるの見たことあるお前ずっと楽してんや思ってめっちゃ座らなあかんのよ正座してはんのかでお前師匠の要求バチッと答えなあかんで要求答えなあかんお師匠と歩いてておいハゲノスケハゲノスケお前おいハゲノスケっていうのは俺でええんやなお前そうやなこれやえ俺なんすか俺やあプリクラですかコーラーピースちゃうのお前おいそんなおもろい師匠おらんのお前えハゲノスケあと5秒や早くコーラーピースせなおらんのおいじゃない一生ついてくるそんな人違うんだせやで何タバコタバコやタバコやあとあれよ街歩いててもんおいハゲノスケお前軍閥の樽やないけおい軍閥の樽お前ごっくんばでいいやおい下品な言葉おい言葉を仕事にしてる人とは思われへんおいハゲノスケ早く何すか玉すだれや玉すだれ何すんすか玉ナンパやんけお前玉すだれってナンパすんすかナンパ道具やろあれナンパ道具どうやってすんの女の好きなもん作んねやろあれああそうかあれでタピオカとか作ったらエグザイルとか作ったら一撃やろ一撃釣れんのかバカもんやでお前えバカもバラもバーンやで正中線ああ五段抜きはドン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 正中線死んでまうそれは嫌やな大変よ落語家落語家きついんか3桁年前のネタでウケなあかんからなそもそもそうか昔のネタでウケなあかんから無理やろ俺らめちゃめちゃすごいんかなそれはきついなせやでじゃあまあ漫才師でいいんかな漫才師やっぱりでも俺などうしても座りたいんよ何やねお前もう楽したってなんじゃこいつはでもあれでよかなんでか座り漫才日本一決定戦のほうザ漫才出ましょうかあとよろしいんちゃいまくのありがとうございますどうもバットナイスですこんばんは金属バットです金属バットです同じ絵づらいねあんたねえ僕ら金属バット言いましてね大阪から来たんすわ大阪からね僕ら2人とも大阪でね来まして大阪言うたらね有名なもんがありまして有名なもん大阪言うたら紅茶と貴婦人の街でしてねえちょっとね何嘘ついたあかんわ何がやねんお前自己紹介で何がやねんな大阪が紅茶と貴婦人ちゃうよ何ハープとティアラの街そうなんですすいませんね大阪ハープとティアラの街ですねそっから来ましてねでガス溶接得意な方が小林でアーク溶接得意な方が友安ですね見たら分かる思いますけど見たら分かりますかねわかりますかね。わかるでしょ。わかったかな。大丈夫でしょ。わかってるね。大丈夫大丈夫。はい。ね、まあ僕らそんなね、うん、漫才師なんですよ。そうなんですよ。うん。僕ら This is 漫才師です。This is 漫才師。うん、おいいね。うん。That is 漫才師。That is。うん。違うんちゃうか Who is 漫才師 Who is なんか横文字が似合えへんのちゃうかこれぞ漫才師なんかな漫才師の五両人五両人です僕ら漫才師の五両人です五両人でやらせてもらっててこんばんは漫才師ってねもう立ち仕事やんかざっくり言うとねめちゃめちゃざっくり言うたせやね立ち仕事のさ接客業やんむちゃめちゃざっくり言うたな省き倒したらそうやなつい仕事やんめちゃめちゃ楽やでえめっちゃ楽よいやもうだってずっと立ってるからさこんな楽の仕事ないでお前あるえ見た俺の仕事量今日の何歩いてきただけやでそこそこ信じられん距離こんな短い距離この距離だけちょろっきゅうであんな距離めちゃめちゃちょろい距離歩いてきたしんどいしんどいよしんどいかお前いや俺それに比べてさコント師どもはさおいあいつらさすぐなんか椅子持ってきて座るやろ休むようちゃうねんあれなめとんであれおいむちゃくちゃやんどうしたお前おいしかもコントってさ最悪コント睡眠って言ったら寝れんねん受けへんけどな一つも受けへんけどさありえへんやんどうしてお前ずっと楽しとんねんおい楽から生まれる笑いなんかないのどう尖ってんねんお前おい何やねんあれお前コント師ってめちゃめちゃ大変やで大変かめっちゃ大変よそうあれコント師ってお前飛んだり跳ねたりラジバンだりいろいろせなあかんねんてお前そうそうなめっちゃ大変やでいろいろせなあかんそうよまあまあじゃあコント師はさ100歩譲って許すねんけど偉そうやの問題はよ、うん、あの落語家どもよおいおいお前おいおいあかんやろあれおい、まあ、出てきてさ お客さんの前でさ お金払ってんねんでおなんかいきなり座ってさおいおい大昔に誰かがやったネタやるやろおいお前おいあれおいなめすぎやろあれちょっとえ小林何ちょっとお前どうしたお前どうしたこっちのセリフやお前はどうしたえ落語家はうん舐めとんの舐めとんの舐めとんのってやっぱ3桁年前のネタしとるからな
何百年やってんねん。どんだけこすんねんお前もう。丸なってるよお前。そうや丸やで。玉やろあんなもん。玉見せてるだけやで。玉見せてるだけあんなもん。なあれなんやネタの途中熱なったか知らんけどさ、うん、ジャンバー脱ぐやろあいつら。あお前落語家のアウターのことジャンバーやろ。アウターって言ってんのお前。ちゃうよなああれ暑いんやったら来てくれよなあんなそうやしやでほんまに暑いからすぐあれやろなんやうちわで会うやろ会うよねあれむちゃむちゃしょんであいつらはいやでもさ俺はもうこうやってさずっと漫才続けてたらさ、うん、もう足腰弱すと思うよ大丈夫やっていやもう立ってられんくなると思うねいけるってお前いや今はまだ若いからいけんねん30代やけどな俺ら、うん、もっと年取ってさ50、60になってきたらさもう立ってられへんよ大丈夫やってお前え知ってるかお前何糸恋先生糸恋先生糸し恋し先生あの人らもう死ぬ間際前ねネタしてあってんで。あ、そうそうよ。最後なんかお前楽屋何二丁のピストル入ってきたん思って腰曲がりすぎて。こんなの。二丁拳銃入ってきたもん。入ってきた。マイクの前行ったらバチってなる。バチなのかあれ。めちゃめちゃかっこいい。すごいな。めちゃめちゃかっこいいあの人だ。そうよ。いやでもさもう今のうちにさ、うん、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ。いやお前な、うん、そういや落語ってな、うん、楽じゃないね。楽じゃないのあれ。あ知ってるかお前。うん。そば食わんといかんねや。いや、そばぐらい食うたらええやん。できんのか、お前。誰でもできるやん。やってみよう、ほら。うん。ほら。おい。簡単やん、こんなん。見てみよう、お前。マックシェイク飲んでる音やんけ、それ。おい。マックシェイクの音や、それ。マックシェイクの音してるこれ。江戸にマックシェイクがあるかいって、バーン殴られんの、お前。マジで。一番痛いとこ殴られんの。一番痛い。正中線正中線、どん突き、お前。バチッといかれんの、お前。それは嫌やな。せやで。そうか。でも、あれよ。え正座しちゃんといかんねん。いや、あれ正座してんのあれ。何や思うて、お前。掘りごたつじゃないの。えぐれてないねんか。あ、そう師匠、足ブラブラしてるの見たことある、お前。俺ずっと楽してんや思ってめっちゃ座らなあかんのよ正座してはんのかでお前師匠の要求バチッと答えなあかんで要求答えなあかんの師匠と歩いてて、うん、おいんおいハゲノスケハゲノスケお前おいハゲノスケっていうのは俺でええんやなお前そうやんなこれやえこれなんすかこれやあプリクラですか小顔ピースちゃうのお前おいそんなおもろい師匠おらんのお前えハゲノスケあと5秒や早く小顔ピースせなっておらんのおいじゃない一生ついてくわそんな師匠違うんだせやで何タバコタバコやタバコタバコやん あるよ街歩いててもんおいハゲノスケお前軍閥の樽やないけおい軍閥の樽おいごっくんボディやおい下品な言葉おいおい言葉を仕事にしてる人とは思われへんえハゲノスケ早く早く何すかタマスダレやタマスダレ何にすんすかタマナンパやんけお前タマスダレってナンパすんすかナンパ道具やろあれナンパ道具どうやってすんのあの女の好きなもん作んねやろあれああそうかあれでタピオカとか作ったらエグザイルとか作ったら一撃やろお前一撃釣れんのかバカもんやでお前えバカもんバカもバーンやで正中線あ五段突きはドン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 正中線死んでまうぞそれは嫌やな大変よ落語家って落語家きついんか3桁年前のネタで受けなあかんからなそもそもそうか昔のネタで受けなあかんから無理やろ俺らめちゃめちゃすごいんやからそれはきついなせやでじゃあまあ漫才師でいいんかな漫才師やっぱりでも俺などうしても座りたいんよなんやねお前もう楽したってなんじゃこいつはでもあれでよかなんでか座り漫才日本一決定戦のほうザ漫才出ましょうかお後よろしいんちゃいまっかのありがとうございますどうも金属バットですお願いしますあじゃあいやいやいや、いやちょっとさ、はいはい、2060年の9月4日なんやけど、うん、40年後うん、はあ、空いてるなんかあんのお前俺もう自分の葬式予約してもうてさちょ気早いんちゃうかあんたいや早割ってのですごいお得やったよなえそんなんあんねやうんごっつお得なお得やねあれええー、ワンドリンク無料なんよお得なそれそうよな開けといてほしいね絶対来てほしいよなんかあんねや、うん、なんでや、うん、俺その葬式の当日にさ、うん、お前に相方として頼みたいことがあんのよおい、うん、何でも言ってくれやあいい何でもやるよ俺全力でいいかうんあの坊さんのスクーターをさ、うん、中金切られへんように見張っといてほしいよなだるいってお前おいお前しかおらんねんなんぼでもおるやろお前頼むマジでだるいって坊さんなんか電車で来させえやいや坊さんはスクーターなんよいらんってそんなこだわり頼むわ汚いなじゃあ分かった代わりにさ、はあ、俺の戒名を決めてええようわマジで、うん、戒名決めていいのええよええよやった俺もう葬儀屋さんと話し合って、はあ、3つ候補用意してるから、はあはあ、もう選んじゃってあ選んでええみたいなこと、うん、何3つ候補ってジャングルマン X かは
ミラクルボディ V か、おい、ライフガードないけど。みんなパワージュースやないけ、お前。え？お前なんで自分の死体にチェリオのジュースみたいな名前つけんねん。ジャングルマイクスがええかな。全部一緒じゃん、あれ、お前。味も見た目も一緒やねんから。そうか、決める意味ないやんけ。じゃあさ、うん、あの、俺の死体をさ、うん、火葬場まで運んでほしいんよ。うわ、俺霊柩車乗っていいねや。ラッキー。あ、ごめんごめん、霊柩車じゃないねん。え、ほんな軽トラ？バイクなんやけど。引きずんの俺。引きずら引きずら。何何。なんかな、俺死んだらさ、はあ、単車になるらしいから。え？俺を運転して行ってほしい。何言うてんのお前、全然意味わからん。え？え、お前死んだら単車なんの？単車なんねって。どういうこと？いや、葬儀屋さんが言ってはったんよ。え、単車なんどういうこと？お前の腹にタイヤついて俺が背中にまたがるみたいなこと？あ、ちゃちゃちゃ、俺の背中にタイヤついて、はあ、仰向けやねん。向かい合うの俺。そうそうそう。で、あの、注意してほしいんやけど。何？手握ったスピード出まくんねんけど、はあ、60キロ超えたら目開くらしい。怖いってお前。俺だけ。嫌やってそんな。え？そんなとこ坊さんに見られたらめっちゃ怒られんちゃうの？いや、怒らへん怒らへん。なんでやねん。なんかもうこれ仏教用語であるらしいんよ。死んだ単車の仏教用語であんの？あんねんて。なんていうの？自動に輪廻転生って。ないってそんな。言うてはった。ダジャレやないか、そんなもん。葬儀屋さんが言うてはったの？怪しいな、自動に輪廻転生っすよ、それ。間違いないっすよ。おい、ちょっとキャンセルせえ、これ。いや、キャンセル料が高いんよ。おいくら万円？現代で言う、諭吉10枚分。10万もすんの？そうやね、あれ。現代で言うってどういうこと？未来で言う、鈴木福くん5枚分。福くん、紙幣なの？なんでって。2万円札？そうそうそう。変なお札。葬儀屋さん言ってはったから。ほんまに？福くん、紙幣に押し上げますよ。押し上げるとか言ってるやん。え？ちょっと、いや、気味悪いな、ここもキャンセルして、俺キャンセル料払ったるから。払ってくれんの？払ったるよ。マジで。いや、でもワンドリンク無料か。おごったるから、チェリオも。足が払う境に。キャンセルしなはれ、お前。キャンセルか。あ、で、まだまだ生きなあかんねんから、お前。まあ、そうやな。あんな縁起悪い話しなはんな、お前。まあ、それもそうやな。せやで、お前。じゃあ、わかった。今後、じゃあ、もし俺が死んで、名前がジャングルマン X になるまでは、ミラクルボディ保って、ライフガードしていくわ。バッチリよ。どうもでした。はい。さ、うん、これちょっと趣味がさ、うん、あんまなくてさ。なんもないの？なんかない？なんか強いて言えばみたいなないの？強いて言うなら、うん、なんやろな、乗馬？おビリヤード？上等やんけ、お前。おい、乗馬とビリヤードなんか最高に楽しいやろ。ちゃ。なんや？乗馬とじゃなくて。何？乗馬ビリヤードをやる。なんやねん、おい、それ。なんや？乗馬ビリヤードって何？な、馬乗って玉つくの、お前。面白すぎるやろ。知らんの。何やそれ。ちょけてんちゃうねん。どんなん、どんなん。ちゃ、馬乗ってさ。乗るんやんけ。で、あの、ビリヤードの棒あるやん。あるね。あれ、馬に加えさせてさ。馬に？で、俺は釣り竿に人参ぶら下げたやつ持ってさ。おい。で、こう、馬の前垂らしてさ。おい。こう、つかすやつ。面白すぎるやろ、お前。おい。めちゃめちゃ面白いやんけ、お前。これやっててんけどさ、全然おもんなくて。おもんないの、それ、うん。めっちゃおもろそうやのに。だからなんか新しいの探してんよ。あ、なんかええの、うん、なんかない、お前、趣味。あ、俺やってる趣味ね、ええよ。え？うん。俺ね、フルート、生け花やってんのよ。うん、お前、フルートと生け花なんかやってんの？あ、ちゃうちゃうちゃう。すごい。ちゃうちゃうちゃう。フルートとじゃなくて。え？フルート生け花やってんの。フルート生け花？うん。何それ？知らん、お前。あれどうせあれやろ？なんやねん。なんか花瓶にフルート刺しまくるやつやろ？面白すぎるやろ、お前。笑ってもうたわ。笑ってへんやん。ちゃうね、ちゃうね。何？あるがな、フルート同じだろ？うん。穴開いてまんがな。穴開いとるな。あそこにね、花いけんのよ。あそこにいけん。うん。んで、ピュッと飛ばす。あ、飛ばす？うん。え？距離を競う競技なの？え、美しさを競うよ。美しさを競ってんの？まあ、距離イコール美しさやけどな。あ、そうだ。うん。スキージャンプみたいな。あ、せや、全く一緒や。あ、そんなことやってんの？うん。それ俺が昔やってたあれと似てんな。何や？トランペットダーツと似てん。何やねん、おい、それ。何や、トランペットダーツ。今日似てるわ。何や、トランペットの中にダーツの矢入れて、ポンって飛ばすの、お前。いやいや、面白いね、君。何がいいの、おい。おい。プーって。何が？おならの音やん。子供か、おい。何で笑ってんの、面白いの、おい。え？うんこ。え？どうした？え？行きたい。いや、ちゃう、何、トランペットダーツって何？トランペットダーツあれやんか、あの、ダーツの的あってな、うん、そこにトランペット投げつけるやん。楽器潰してるだけやんけ、お前、おい。何、吹奏楽部いじめられた子か、お前、おい。何やねん。それやってたやん。おい、うん、他なんかやってなかったんか、昔。他？昔やってたんやと、茶道、ボクシング。茶道とボクシング、ええがな、お前。ちゃう、茶道ボクシング。ええわ、お前、もう、ダジャレやんけ、お前。え、何やねん、茶道ボクシングって。やってた、何や、芝居って茶飲むんか、お前。いや面白すぎるってだから何がいいの？プーってお前おならで笑ってんねんお前おい。子供かお前は。何やねん茶道ボクシングって。茶道ボクシングあるやんか。正座でさ、こう向かい合うねん、対戦相手と。うんうんうん、で間にな、うん、こう茶こしと茶碗置いてんねん。茶道やん。うん、ほんなゴングがカーンってなんねん。ほう。で叩いてかぶってじゃんけんポンって。どっちでもないやんけお前。ど
どっちでもどうなってもうたんやんけ。で、じゃんけん勝った方が、うん、茶碗持って殴んねん。茶碗でしまったの、死ぬて。死ぬて、お前、おい。で、負けた方が、こう、茶こしでこう。茶こしじゃどうもならん、あんなもん、お前。あんなシャコシャコのもん、なんもならんて、お前。怪我してやめてもうて、俺も。いや、怪我で済んでよかったな、お前。最悪死ぬでな。こう茶碗で殴った時に破片が刺さりました。勝った方な、お前。おい。変な怪我したな、あんた。やめてもうて。むちゃくちゃやの、お前。だからなんか新しい趣味欲しいんやけど。なんか新しいのやった方がええな。うん、なんかやっぱかっこいいやつがええな。絶対かっこいい方がええわ、趣味は。あれしようかな。なんじゃい。ギター。お、ええやん、ギター。バリバリ趣味もな、ギター。よろしくお伝え。アーチェリー。おい。おい。なんてギターアーチェリーやるかな。なんやギターアーチェリーって。あれやんか。なんじゃい。あのアーチェリーのマットあるやん。うん。そこにあのギター投げつけトランペットダンスやん。どうもありがとうございます。どうも金属マットです。お願いします。いやー。この前さ、うん、地面にさ、うん、穴掘ってたんよ。え？何してんのお前。なんか出てこい思ってさ。いくつお前、うん、バイトせよお前は。ずっと掘っててん。はあ、ほんならさ、はあ、あの、金出てきたんよ。そうつけお前。いやほんまに。そうつけ。金というか、金鉱脈？激熱やね。うん、熱いね。買ってん俺も。鉱脈？もう人生買ってもうったんよ。ほんまに？うん。たださ、はあ、ちょっと問題があってさ、なんや。俺その金の鉱石を、はあ、金のインゴットに精錬する技術がないんよ。まあ普通ないわな。うん。だからちょっとね、ん、うん、技術がないねんな。はあ、めちゃ困ってんのよ。あれちゃう？なんかあの三菱とかさ、あの大企業に言うたらあれ金やってるから、アンジュやってくれんじゃん？三菱そんなんやってんの？やってやってる。え、三菱ってあれちゃうの？何？ゼロ戦一本で勝負してんの？もうやめてんねんお前あれ。大昔にやめてんの。やめてはんの？今もうバリバリいろいろやってんの。あ、そうなんや。せやで。ああ、そうか。でもそんな三菱みたいなさ、そんな財閥に言うてもうたらさ、なんや。結構いかれる思うよ。え、眼球？何何？ちょっと、眼球？マージン的なもん。かまへんがな。いや、お手元にほとんど残らんけど。ドンと来るよ、大丈夫よ。奥来るよ。いや、奥来る？うん。だからちょっと俺できるだけな、このプロジェクトはな、うん、もうプロジェクト言うてんの？小規模でやりたいんよ。かめついの。うん。だからね、ちょっとね、お客さんの中で、え？あの、金をインゴットに精錬できるぞって方います？おるわけないやろ、お前。アホか、お前。おれへんな。おるわけないやろ。義務教育受けてないな。義務教育で習わんねん、あれ。めちゃめちゃ特殊やな、あ、そうなんか。フェアで、お前。ああ、でもな、まあ、一回全部掘るわ。一人で？とりあえず全部掘ってから考えるわ。画面ついね。うん。
で、うん、でも掘るにあたってさ、うん、ちょっと厄介なんかさ、事故なんよ。事故な、うん、穴掘っとったら落盤とかあるからね。そうなんよ、うん、で一番怖いんがな、ガスの事故でさ。ガサかなんで、ガス怖いやろ。火ついたら死んでるからね。そうやね、うん、でどうもな、うちんとこの鉱脈な、うん、ガスが出とんのよ。あら、あんたのとこの穴ガス出てるのかいな、うん、ガス出ちゃっとんのよ、うちのドラ鉱脈ちゃん。えらいこっちゃで、あんた、うん、でちょっとガスの成分調べてみてんけど、はあ、どうもな、天然ガスが出てんの。激安やな、お前。おい、めちゃくちゃ熱いやんけ。大勝ちやで。二勝してんの。二勝やな、うん、熱いの。そうやね。ただな、ちょっと問題があってさ。なんや、その天然ガスから、はあ、家庭用のエネルギーを抽出する技術がない。あたかいな。もうとにかく俺には技術がないねん、はあ、俺にあの資源だけなんよ。コンゴと一緒。え、アフリカのコンゴと全く一緒ない。コンゴと同じないんだよ。 あそうなん。だからちょっとね、お客さんの中で、え、んーと、僕と結婚してもいいよっていう女性います？なんで今聞くの、お前。おい、いけるかな、思て。なんでおらんねん、お前。こいつ、金とガス持ってねんぞ、お前。おい、皇帝やぞ、こんなもん。おれへんな。ありえんの。まあ、金とガスぐらいじゃイケメンには語られへんのかな。世知辛いね。世知辛い、ね。ちなみにさ、うん、その穴どこあんの？穴？え、場所？うん。うん、いや、それ言うたらあかんやん。言えよ、お前。いや、押し寄せてくれやん。誰も来えへん、押すやろ、お前。来るって。日本やろ？日本に。ないで、そんなもん。まあ、ヒントだけあげようか。言うてみんな。谷町ってとこだよ。そつけ、お前、おい。大阪のやろ、うん、すぐそこの。大阪の。あなたも何もないで、お前。追っても地下鉄しか出てこない、あんとこ。いや、俺、谷町に土地買うたんよ。土地買うたん？ 1 平米な。ちっちゃいな。うん。掘る用、掘る用の土地。掘る用。12万で買うたんや。結構しまんな、谷町。で、掘ってたんや、ずっと。はぁ、あ。ほんなら何も出てけへんねや。当たり前やろ、お前。で、このままじゃ12万パーやから。かまへんがな。ほんで、もう結構深くまで行ったから。がっつり掘ったんや。これバレへんな、思ってさ。え？ちょっと横行ったって。横行ったかね、お前。横ガンガン行ったって。横非合法やねん。谷の土地ガンガン行って。はぁ、あ。で、谷町1丁目ってとこから掘って。はぁ、あ。で、9丁目で。谷町全部掘ってるやん、お前。おい。そうやね、谷町線よ。そうや、俺新谷町線開通させたよ。それはめっちゃすごいよ、お前。で、9丁目ついに金が出て。ああ、9丁目やねんな、うん、谷急に金とガスがあんねんな。言うてもうとるがや。おい、聞いとったで、おい。ありがとうございます。どうも、どうも、金属バットです。どうも、どうも。いやー、小林と小林で金属バットですわね。あ、ごめんなさい、一つちょっと言っとかないといけないことがありまして。あれ、何？はい、私、はい、小林さんじゃないんです。あれ、あれ、勝利やった、はい、お前読み。あ、そういうことじゃなくて。何？え、面白いこと言いますね。もう一回言って。え、もう一回それ言って。面白いこと言いますね。まあな。じゃなくて、何何、小林さんじゃないんです、私。はい、小林じゃない、何言ってんの、お前。この前ですね、ああ、小林さんと神社でこうね、うん、こうバランってぶつかっちゃって、うん、で、階段をこうコロコロコローってこう転がり落ちちゃって、で入れ替わっちゃったんですね。だから私、小林さんじゃないんです。え、わかります？いや、え、小林じゃんだって。いや、違うんですよ、この前ね、神社で聞いた、聞いたよ、聞いてんの。バーンってなって、聞いてる、聞いてる、コロコロコロってこう入れ替わっちゃったって、うん、魂がって言った方がいい。いや、何でもええよ、一緒やって。小林やん、お前何言ってんのよ。いや、違うんですよ、それが。小林やないか、お前。いや、本当に違うんです。お前あれやろ、好きな食べ物麻婆豆腐やろ。いや、違いますね。え、揚げたこ焼きです。え、はい、小林じゃないかもしれんな。違うでしょ。違うんですよ、本当に。え、好きな漫画何？好きな漫画、私ワンピースが好きです。ああ、違うな、はい、ストッパーブスじまいもんな、お前。あれ？だから違うんです。ええよな。本当に違うんです。お前の好きな製図道具何？製図道具って何ですか？え、雲型定規やろ、お前。どうした、お前。あれ？え？え？どういうことですか？キャドあるある1個言って。キャドあるある、キャドあるある。あ、手書きの方が楽だなと思ったんですけど、うん、縮尺を自由に変えれる点がやっぱりキャドの方がいいなって思いました。違うな、小林のキャドあるあるはやりがいがあるやもんな。違うな。あれ、いや、違います。小林さんじゃないんですよ、本当に。本当なんです。誰じゃ、あんた。はじめまして、うん、ミスチルのベースです。誰やねん、お前。おい、誰じゃ。え、で、ミッシュのベースキャドできんのかい。ミスチル、え、知ってるでしょ、ミスチル。ミスチルは知ってる。スターチルドレン、うん、のベース、ベース、ほら。おったん、ベース。いや、いますよ。あれ、桜井ピンちゃうの、あれ。桜井がピンで頑張ってるのはジ・アルフィやないかい、言うとりますけども。何それ。え、何それ。私なりにちょっとお笑いってこういうのかなと思いまして。あんま
あんまこの芸風で言うのちゃうけど、はい、お笑いなめんなよお前。いやこういうのじゃないんですか。なめんなお笑い。違うんですか。なんだお前、え、ミスチルのベースなんです。ベースと入れ替わっちゃって、小林さんと。だるいな。ダメですか。なそのミスチルのベースのやつ見っけて、はいはいはい、今のお前をひっくり返したらまた元戻んの。あ、そんな簡単な話じゃないんですよ。もう何がいいな。その僕が入れ替わった方の体も、はあ、もう別の誰かと入れ替わっちゃって。何やねん。そうなんですよ。誰と入れ替わってんの。まあでも言ってもわからないような人なんですけど。お前もやで、うん、あのスピッツのベースと入れ替わって。誰やねんってお前。誰や。誰やねんでしょ。お前もやねん。それは地味なんですよ。お前もやって。誰やねんおい。ミスチル、ミスチル。一緒じゃ格上、格上。一緒やねん、一緒やねん。どっちも愛されてるけど。何ですか。誰やねん。おったんかいな。それもおる。そりゃいるでしょ。おった、知らんかった。ピンや思うと。あれも入れ替わっちゃってるんですよ。そいつ見っけてきて、はい、その3人でゴロゴロってひっくり返したらまた戻んの。いやそんな簡単な話じゃないんですよ。もう何が起きてんねん今。そいつもまた別のベースと入れ替わっちゃって。なんでベースばっかやねんおい。みんなで神社でここ、これ、これ、なんなベースってみんな悩んでんの。悩んでるでしょ、それは。そうな。地味なんですから。お前も直したよな。ああ、どこのベースと入れ替わった今度は。あの、TOKIO のベースと入れ替わった。もうらんねえお前、おい。TOKIO にベースはもうらんねえや。いないんですか。今へんねや、TOKIO に。え、なんで、え、バンドでしょ。バンドだったらベースがいるんじゃない。まあ、ちょっと、まあ、え、いないんですか、なんでいないですか。まあ、なんかあんねんな、ちょっと、まあ。え、なんでいないんですか。じゃあ、まあ。まあまあな。なんでいないんですか。まあまあ。なんですか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 。ダブルなんですか。ほんまに。今ちょっと刑務所入ったんね。刑務所入った。え？刑務所入った。刑務所入った。刑務所入った。刑務所入ってるんですか。異例の即日死刑やったかな。え？死刑なんですか。異例の確か即日死刑やったと思う。死刑なんですか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 。ダブル死刑なんですか。ほんまに何ですか、何ですかこれは本当に。え、そうか。じゃあもう分かっちゃったんですよ。あかんな。ダメですか。うん、刑務所おったらちょっともうお前とやるしかないな。あ、一緒にやりましょう。だからできんのお前お笑いなんか。いや、お笑いできますよ。さっき見たでしょ。不安しかないよお前。僕いろいろ見てきて勉強してきたんで。あ、お笑い勉強してんの。はい、あんまかいな。やりましょう。だから一緒に。じゃからじゃからな。いきなり広島弁。うん、一緒にやりましょう。やってみようか。はい、やりましょう。はいはい。どうも金属バットです。お願いします。僕ね、はい、芸人なんですけど、はい、こう見えまして、はい、あの合コンに行ったことがなくて。あ、珍しいね、はい、芸人やのに合コン行ったことない。ほらせっかくやからここでやらせてもらおうか、はい、あ、やらせてもらえますか。上手やね、行こう、はい、行きましょうか。じゃあ、まずは乾杯しようか、うん、はい、ビールでいい。ビール、ビールの人。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。ちょっと多いな。え、な誰見て勉強したお前。あの東京ホテイソンのショウゴさんを見て勉強した。開ける見ろやお前。おい、え、どっちパクってんねんお前。東京ホテイソンはタケルをパクるんやお前。なんでショウゴパクんねんお前。あれ、僕ショウゴさんばっかり見てます。ショウゴなんかパク、タケルはパクんねん。東京ホテイソンで受けよう思ったらタケルをパクるんやお前。あ、そうなんですか。画面の半分画用紙で隠してショウゴさんだけずっと。なんでそんなことすんねんお前。なんでそんなことすんねんや。じゃあたまにこう手が出てくる。出てくるからな。違うねや。違うんですか。東京ホテイソンパクるんやったらタケルをパクるんやあかんねや。そうよ。ちなみにあの合コンでのこのビールを数えるやつの 1,2,3,4,5,6 のタケルさんのツッコミは、いや、マチコンの規模。完璧やろ。でした。完璧やね、やっぱり。ですか。そっちをパクんねん。こっちをパクるんか。あ、やっちゃいね。俺そのツッコミできへんねん。あ、できない。俺苦手、それできへんから。そうですか。ちょっときついわ。そうです。俺あんなツッコミ寄せへんで。そうなんです。あれむずいから。わかりましたよね。僕別のもいっぱい見てきたんで。他は勉強してんの。はい、見ました見ました。あ、何見てんの他。サル岩石さんと。サル岩石変なの。ドロンズさんと。ドロンズさん。あとチューヤンさん。いや、テレビに狂わされた芸人。おい。できてましたよね。あきまへん、あきまへん、できてます、あきまへんで。大阪ホテイソン、あきまへん。大阪ホテイソン、あきまへん、あきまへん、できてましたよ。後輩のパクってニコニコすんな。あかんわ。あ、そうです。もうあかん、ちょっとお前やってないわ。ちょ揺らしたらダメですよ。あ、もうあんた何がい。揺らすから。え、入れ替わっちゃいました今。何も入れ替わってへんがな、お前。なんやねんな。あなたの金玉と私の金玉がこう。おい、やめろよお前。おい、入れ替わ、おい、金玉返せよお前。おい、揺らすから、揺らすから。もうあなたの金玉全部こっち来ました。おい、ゼロ玉なってんけお前。おい、もう玉がこんなに溜まったらたまらんですな。言うとりますけども。たまりまへんでな、ほんまに。お前マジで玉返せよこれ。